えー、続いてですね、キーフレーム保管法です。キーフレーム保管法はですね、えー、モーションの動きをまあ、リニアとベジェに分けるみたいな形の、まあ、ちょっとした機能なんですけども、ちょっとまず解説したいと思います。えー、まず、すごい分かりやすいですよね。このボールを <laughs> 入れて戻すっていう、まあ、あの、簡単にちょっと、えー、作っていきたいんですけども、まず1、ここですね。0秒地点では、ここで、はい、3秒地点で、これをぎゅーっと持ってきます。はい、持ってきます。そして、 えー、そうですね。4秒で落ちるみたいな感じにします。で、今、これ、こういう風にやってるんですけども、どういうちょっとアニメーションになるかっていうと、まあ、こう、ヒうーっといってますよね。いって、こう、当たって、落ちるみたいな感じになっています。これ、まあ、外れても当たっても <laughs>、どっちでもいいんですけども、いいですかこの軌跡、どういう風に作ってるかっていうと、はい、ここを押すとわかると思うんです。こういう風に言ってますよね。で、ここだとどう考えても、すごいですよね。この、結構、 なんていうか、方眼けみたいにやってるんで、えー、ちょっとこの上にもうちょっと伸ばしましょう。こんな感じでね。 伸ばすと、まあ、少しこう膨らんで、なんかバスケットボールらしくなったかなっていう感じがすると思うんですけども、はい。ここでこういう風になっていまして、今これってどうなってるかっていうと、まあ、ベジェでこういじれるようになりましたよね。こういう風にベジェでいじれます。なんでハンドルがついていて、結構この辺の調整っていうのができたりするんですけども、えー、例えばこれをですね、リニアに変えたい場合どうするかっていうので、えー、位置をちょっと選択してキーフレームが全部選択されてます。 その後、アニメーションから、はい、えー、キーフレーム保管法っていうのがあります。はい、ここを押します。そうすると、ここにキーフレーム保管法っていうのが出てきて、えー、ここをプルダウンすると、色々と選べるんですね。選べます。これ今、時間、空間、えー、ロービングってあると思うんですけども、まあ、ちょっと時間と空間説明しますと、空間っていうのは、A から B 地点に、まあ、移動するようなことを空間と言ってます。で、時間というのは、 特にこの空間関係なくて、透明度だとか、色が変わるだとか、そういったものに対して使うのがこの時間保管法です。今回これ空間でなってるんで、その空間でやってみますね。ここをちょっとリニアに書いてみます。いきますよ。そうするとどうなるかっていうと、ポチすごいです。もうこれ。なんていうかもう魔球みたいに、すごいですよ、これ。直角に飛んでるみたいな、<laughs> すごいなと思いますね。こういうことが、 できたりしますなんで、えー、例えば、あの、まあ、機械だとか動くときっていうのは、こういうふうに、こう、カクカクカクってなりますよね。そうしたときに、ここの位置を選択して、アニメーションから、はい、キーフレーム保管法っていうので選んであげる。まあ、ここだと、例えば、ベジェ以外にも連続ベジェとか自動ベジェも選べますんで、まあ、例えばこういうふうにすると、まあ、連続ベジェが両方にね、こうついて、より細かいような、こういう動きとか、まあ、こういう、 ね、のもうまくできますので、まあ、ここら辺ですね、うまく、え、キーフレームを選択してあげて選んでいただくといいかもしれません。例えばこれ2つだけ、2つだけやって、キーフレーム保管法、えー、ここだけをリニアにしますよ。はい。そうすると、ここはベジェで、ここはリニアで、ここはベジェみたいな、まあ、そういうようなこともできたりしますんで、いろいろと活用していただければな、というふうに思います。動画制作もやってるよ。